二代目、市川松津田9月23日から1940年8月19日は、歌舞伎役者。本名は、鈴木哲也。屋号は、若松屋。当人を吉昭和4年7から8月歌舞伎座、当人を吉より、東京市四通役出身。初代、市川佐団寺の門人となり、1896年9月、東京歌舞伎座。 木一方言三略巻で市川左木松を名乗って、初舞台。死の死後は、子息の二代目、市川左段寺一座に加わり、若尾山として、腕を上げる。1906年9月明治座の初代、左段寺水前工業、余興大孤高で、押しず実派梅替えと、ともえ午前の二役を務め市川むしろ若と改名。 1911年正月明治座で二代目、市川松塚を襲名した。1913年には二代目、佐団寺の妹で、日本舞踊の高橋幸子と結婚。以後本郷座を拠点に一座のお山として活躍した。従前のお山と違い、清楚な感じのする近代的な芸風で、義系の新歌舞伎になくてはならない存在だった。時代物は増えてだったが、 新歌舞伎の鳥辺山真珠のお染め、今洋薩摩歌のおまん、番長皿屋敷のお菊、木崎名護りの千下のおさよ、江戸へ両国八景の親へなどの役を得意とし、砂段寺の女房役として、対象の歌舞伎界をリードした。傍者また翻訳物では、ベニスの商人の傍者、オセロのデスデモーナ、復活狂言では、鳴る神の雲の絶えまびめ、南北物では、 東海道四谷階段のお袖、木網物では、八幡祭り小餅好きにぎやかのおみよなどに、マコッチョを見せ、その方は、時代の手本となった。大正時代における松津田の人気は大変なもので、本郷座にほど近い東京帝大の学生たちが良い、女の例えとして、松津田のような女といったのが、流行後にまでなったことからもそれは伺える。松津田の活躍した時代は、 いわゆる大正デモクラシーの頃で、平塚雷長や市川夫妻らの正当者運動が起こり、全時代的な束縛からの解放を目指す女性が現れてきた時代だった。そんな時世も、松澤の芸の追い風となった。かがやまなは、松澤を評して、その冷たさの背後にそうした女性の自我の目覚めの、霊明期の高揚された情熱的なムードがあって、役に、 真のある膨らみを持たせているのが忘れられないと言ったが、松津はまさに、新しい女性を、新歌舞伎のお山の中に創造した存在だった。義兄の二代目左団子が死去すると、その後を追うように1940年8月19日死去。53歳だった。養子が七代目、市川門之助。ありがとうございます。